はい、というわけで次はですねお風呂場コーナー行っていきたいと思います。お風呂場関係でいうとバスタオル、でかいタオルだったんですけど、いろいろ調べたことで見つけたタオルが、はい、通常のバスタオルよりも小さいサイズ、はいはい、だから節約もできるみたいな、はい、これくらいのサイズです。5枚セットでこちらのお値段となっております。山崎実業してますか、うん、知ってます知ってます、はい、新居に引っ越すにあたって最近知りまして、そのシリーズですね、カバーシリーズ、見た目何のシンプルな感じだと思うんですけど、機能があるんですかこれは、はい、普通のやつではないですね。ほう、今までに考え抜いた、あ、ちょっと答えが見えちゃってますね、これかけられるんですね、はい、とさらに空中に浮かせて、まあ、カビとかぬめりとかを避けれるという、なるほど、システムですね。それいいですね。ちょっと高いです。おいくらぐらいですか。3000、4000ぐらい、はい、でこちらですね、たらいなんですけども、これでかけたりとかできるし、磁石ついてるんでペタッとつけることができます、うん、こちらですね、早速ちょっと壁につくのか、磁石ついてない方はここにこう引っ掛けれるみたいな、うん、ここについてるのはないけど、まあ、この辺とか大体ついてるんで水も滴って、これのいいところが、はい、すごい、まあ、さっきみたいにかけるか、もしくはここをうまく使って、ここにこれがついてるので、ここをこう、ほう、宙に浮かせるカバーシリーズです。はい、さあ、ケイソードバスマットという小さいものを買ってきました。今まではタオル系だったんですけども、どんな感じかなというわけで買ってみました。で今回サイズが大きければその分金額が上がるので、実験的に一番小さいを買ってみました。小さいな、結構ちっちゃ。よかったらでかいバージョンを買ってみたいと思います、うん、こんな感じです。下は滑らないように黒いゴムになってます。水がつくと弾いて染み込んで、うん、っていう、どうなのっていう、結構硬いやつが多いと思うんですけども、今回柔らかい系を買ってみました、うん、こちら排水口ですね。ぬめり回ることによって髪の毛が全て溜まって、金額としては100円、まあ新居なんで綺麗な状態なんですけども、これ髪の毛とかいろいろ汚くなりますよね。これをそのまま使うのではなくて、はい、こちらですね、はい、髪とかがカーブに沿って下に行って掃除の手間が省けるという商品となっております。おすすめです。続いてこちら超吸水スポンジ買ってきました。はい、というわけでですね、こちら水滴をスパッと拭き取る吸水スポンジ、早速見ていきたいと思います。このふにゃふにゃ感がめちゃくちゃ気持ちいいです。はい、行きます。はい、はい、はい、素晴らしいです、まあ、これはやってる人は多いかな。これを塗ることによって曇りづらくする、これは定期的にやるやつです。鏡の曇り止め、いいですね、はい、存在自体はしてたんですけども、今回使うのが初めてです。あ、出てきますね。これを塗りたくる、楽しい、塗り残しのないように鏡の端から行きましょう。上から行きます。おし、あ、うわ、垂れた、あ、こんな感じかな。こうすることによって、あのカメラの鱗っていうんですかね。カメラの鱗？カメラじゃない。鏡の鱗。あれも一回なっちゃったらなかなか消すのが難しいので、結構入念に塗っていきたいなと思います。はい、こんな感じでしょうか。入浴約20回分の持続効果。素晴らしい。約1ヶ月。はい、ポイントとしては、このカーブ。カーブがあることによって、もう塗りやすいというか。最高です。はい、続いてこちらはニトリですね、マグネットフック。これもマグネットなんで、もうベタってつくタイプのものです。フック2個入りマグネット、何か吊るす際に使うマグネットをお風呂場に今回取り付けようと思います。物自体はもうザ・シンプル、はい、裏が磁石なのでこの辺に、はい、つけることができます。好きな場所に移動することができるマグネットです。なんか乗せればいいかなと思ってます。はい、あとこちらですね、風呂場の足元の下の部分の隙間をガードするマスキングテープ、これ結構やる方多いと思うんですけども、カビ汚れ防止マスキングテープ、ここって結構ホコリとかがついてなかなか取りづらいかと思うんですけども、これを貼ることによってもう剥がすだけで掃除の手間いらず。監督自身もこれは前回の家全くやってなかったんですけども、この効果を知って、あ、やるべきだなと思って今回取り入れてみました。カビピンクぬめり防止というわけで、お風呂場や窓際のお掃除で、今回この太めのバージョンがあったので、まあ、大きめのものを買いました。ちょっと段差あるんで、ここをベーッと貼っていきたいなと思います。ただちょっとデザインを損なう可能性があるかなと。全然ないですよ、白いもん。
大丈夫か。大丈夫。いやちょっと汚いな、これ。これ難しいな。ちょっと下手ですかね。はい。多分何回かやれば上手くなるという、うん。誰でも練習は必要です。とりあえずまあこれ手で次だっていいのか。足りなかった。まあいや、とりあえず初回は剥がしてまた貼るというですね。特に水回り系はこれ結構重要だと思うので今回取り入れてみました。どうですか。でホコリ取りフィルターですね。ここの入り口のカビ、いろんなものがつくんですが、これをつけることによって、まあ、フィルター効果としておすすめなものとなっております。ここ、できるだけ綺麗な状態で保ちたいというわけで、こちら買ったのが3枚入り。あ、ちょうどいいかな。あ、いい、最高。あ、ちょっとテープタイプになっているので長さもいい感じですね。あ、いいですね、これは。あ、最高、間違いないですね。あ、ちょっと自分が、ここかな。難しいな、これ。徐々に剥がすべきだったかもですね。あと これさっきの貼るべきか。あ、貼ってもいいかも。ちょっとこれも貼っちゃいます。これ難くない、貼るの。引き出す、貼るのに合わせて引き出していってもいいかも。貼るのに剥がして、ちょっと私逆やっていいですか。お願いします。これは貼り切ってください。どっちがまだ。お願いします。まあ、これが監督の出来ですね。はい、まあ、こんなもんですよね。そんなに考えてないな。逆、私行かせていただきます。お願いします。一緒にやったことはあります。これちょっとすぐ開きますね。なんだ、ロック、あ、ロック、ロックあります。した方がいいかも。あ、うん、中から、ないじゃん。行きます。こういうのはね、いきなりたくさん出しちゃダメなんですよ。こうやって貼りながら調節するわけですよ。いいですか。はい。下は触らない、上だけぴったり合わせて。はい、では見ていきたいと思います。はい、これが小ジパンですね。美しい。で、そのままいきます。あ、全然違いますね。これ浮いてる。浮いてますね。浮いてますね、うん。はい、コツは、コツはまずこの線に端っこ沿わせて、完全にここを合わせて、そこぴったりにしてから貼るとうまくいきます。わかりました、次頑張ります。はい、頑張れ。黒カビ生やさない、お風呂場カビ犬というものを買いました。通常は1個パックなんですけども、忘れそうなんで今回は3つ買ってみました。これを入居前にやることによってカビが生えづらくする効果がある防カビ除菌剤、煙か、訓練剤です。はい、はい、では続きまして、こちら黒カビ犬、まあ、そのままの名前ですね。ローズの香りにしました。はい、こちらです。ちなみに監督は今回これ初めてやります。使い方がわからないので見ながらやっていきたいと思います。また読んでくださいね。点滅まで水を入れてください。これかな、この線までを水を入れます、うん、今シャワーで入れようとしました。これはオンでしょ。でやるよ、この人は。いや、やらない、やらない。あー、できました。ちょっとこの方、今日タコスを注文すると言ってタコライスを注文してました。しかもタコスはメキシコ料理なのにタコが入ってると信じていました。タコスにはタコが入ってるという、これが監督です。いや、いるでしょうね。点線まで水を入れました。入れすぎ注意、うん、大丈夫です。2つ目、アルミ袋を開け缶をそのまま取り出してください。え、これ入れて蓋をする、うん、開いてるけど、うん、怖いよ。で、入れて赤シール上、剥がさないでくださいって書いてる。ではこいつを入れます。そして蓋を閉めます。そして逃げます。なんか音が、あ、出てるかな。おお、そろそろ閉めますか。お、結構いいな、バラの香りがしてきます。あれですね、どうでしょう。いいですね、はい、アトラクション。アトラクションありますね。
小物類はそのまま置いて大丈夫です、うん、こちらを定期的に使用頻度は 2.5 ヶ月後あるいは新しい壁が出始めてから次回使用の目安でと書いてます、うんうん、はい、というわけで約 2,3 時間経過しました。中を見ていきたいと思います。といっても特にですね、目で見たところ何も変わりようはありません。 2,3 ヶ月後またやっていきたいと思います。はい、で紹介し忘れたんですけども、エステの除湿脱臭効果に強い、要するに湿気取りですね、これを開けますと3つバラバラにしますとこんな感じです。で上を取りまして、使い方が簡単です。まずここをぶち抜きます。このテープ銀紙を剥がします。何もこぼれません。でこれをこんな感じでつけます。あとこれをね、各所に置いておくことによって水分を吸ってこの中に水が溜まるという仕組みとなっております。家にね、たくさんセットしたんですけども、めちゃくちゃ水溜まってました。キッチンだったりお風呂場だったり洗面台、水回りにすべて設置していきたいと思います。はい、というわけではロックできましたので置いていきたいと思います。まずはですね、水回りから洗面台、こちらに、奥に置いておこうと思います。とりあえず仮でここに置いておきます。はい、ここの下ね、一番奥に入れていきたいと思います。感じですね。押し入れですね。押し入れのこの隅とかね、上にここに仮ですけども、一番奥のところに置いていこうと思います。ちょっとダサいけど、もしかしたら場所変えます。今ですね、こちらここでちょっとおしっこしただろう。6時58分です。すごい雨です。急ぐでやばい。この家狭いぞ。